取れた？どれどれ？うん、オッケー。よーし、まだまだ行くよ。ナオもピーちゃんもしっかりついてきてよね。ふう、ナオは試着室に放り込んだし、次は。どうしたのピーちゃん、ニコニコして。楽しそうでよかったって。それは、そうだね。うん、楽しい。正直さ、ナオと二人のユニットでデビューだって聞いた時はちょっとだけ複雑だったんだよね。ちょっとね。ハーはハーを好きになってほしくてアイドルになったから、横にナオがいたらこれまでと同じじゃない？ピーちゃんの考えもわかるけど、って思った。でもここ数日で分かっちゃった。ハーはちょっと一人に夢を見てて、二人でいる楽しさを分かってなかったなーって。ハーとナーはいつでもセットじゃないけど、14年間一緒だったバディなのは間違いなくて、二人でしかできないこともある。だから、似てるけど全然違う。そんなハーたちだからこそのミロワール、一人じゃできないちぐはぐな面白さ見せちゃうから。